欲しいものはトレーナー。誕生日は家族と大事な相手と過ごすもの。たくさん遊ぼう。生まれたよ、ニュー、あたし。あなたとの日々もニュー、あたしの源だから、ありがとう。お誕生日おめでとうございます。マーベラスさんにとっても誕生日は特別なようですね。心なしかマーベラスの声のキーも高い気がします。そんなところまで私を見てくれてるの。行くのは勉強熱心さんだね、マーベラス。今のはネイチャさんに向けても言っている、相手を称賛する際のマーベラスですね。わお、マーベラス。それは驚きや感動に巡り合った際のマーベラス。マーベラス、マーベラス、マーベラス。それは初めて聞きました。今のマーベラスにはどのような意味が込められているのですか。イクノと私の距離が縮まったことで新しく生まれたマーベラス。誕生日っていろんなマーベラスを生み出してくれる、とってもマーベラスな日だね。理解するにはまだ時間が必要そうですが、距離を縮められたのは素直に嬉しいです。マベチン、お誕生日おめでとう。マーベラス、今日はとってもマーベラース。誕生日最高って感じ。あんたのマーベラス、だんだん分かるようになってきたわ。今夜はマベチンのお部屋でお泊りパーティーするんだもんね。楽しみって言いたいのは分かったけど、そもそもあんたの部屋ってあたしの部屋でもあるんだけど、お泊まりパーティーとか聞いてないよ。一晩中騒ぐつもり？お泊まりに行っちゃダメ？めいちゃん、そんな小動物みたいな目で。分かったから、別にお泊まりしていいから。はーい、姉ちゃんとってもマーベラス。はいはい、大好きって言いたいのね。そりゃありがとうござんした。お誕生日おめでとう。新しいマベちゃんの活躍期待してるね。新しい私？何それ、すっごくマーベラスな響き。だってマベちゃんとっても成長したでしょ。冬に力を蓄えるつぼみみたいに、毎日コツコツ努力を重ねて、その努力が去年とは違う新しいマベちゃんっていう花を咲かせたの。すごく綺麗ですごく強いお花をね。素敵な一年を走り抜けてね。